音楽のミュージシャン、シンガーソングライター。本名は、ポール・バン・ハバー。ブルッセルで、ルワンダ人の父とベルギー人の母との間に生まれる。幼少から、正規の音楽教育を受け、11歳から4年間音楽、学校を得る、アコダミミミュージカルでジェットで、ソルフェージュと打楽器を学ぶ。15歳からラッパーとして活動し、マエストロの統合である、ストロマエの名義を名乗り始める。 10代で、ラッパー JEDI と結成した、ラップデュオ、サスピンションで、楽曲、ホークティー、アレットルラップを制作したほか、国立映画学校インレイシーの映画学部に入学し、在学中に、コンパクト版、ジュスト・ウン・サーボ、ウン・フロー、ウン・フォン・イ・ウン・マイクを制作している。2008年には、ビコーズ・ミュージックとキラマッターとの間で、作曲家契約を結び、メリッサ・エムや、 ケリー・ジェームズ、アン・グンラに楽曲提供している。2009年のシングル、アロー・ン・ドンスのヒットにより、彼のソロアーティストとしての評価は爆発的に高まる。2009年に研修生として働いていた音楽ラジオ局 NRJ で、このシングルがオンエアされると、数週間でこのシングルは、ベルギーのチャート主義へ至る。その後ベルギー国外で発売されると、ドイツをはじめとして、 イタリア、オーストリア、オランダ、スイス、スロバキア、チェコ、デンマーク、トルコ、フランス、ブルガリア、ポーランド、ルーマニア、ルクセンブルク、ロシアの計16カ国でチャート主位を記録した。リミックス版ではカニエウエストとのコラボレーションも果たしている。2015年のアフリカツアーでマラリア予防のために高マラリア剤メフロキンを使用し、その時から 不安や悪夢などの精神障害に苦しみ、自殺も考えていたという。2年経った後も回復せず、復帰のめどは経っていない。彼は、私は人生で後悔していることは、ほとんどありませんが、もしあの時に戻って、ラリアムを避けることができるのであれば、私は躊躇なくそうします。と述べている。2017年11月29日に放送された EN フランス王のドキュメンタリー番組マラリアビジネスに出演した。ありがとうございます。